はい、それでは説明を見ていきましょう PKI においてデジタル署名した電子メールに関する記述として適切なものだけをすべて挙げたものはどれか送信者が本人であるかを受信者が確認できる電子メールが途中で盗み見られることを防止できる電子メールの内容が改ざんされていないことを受信者が確認できる。 で選択肢として A B A C B C A B C とあります。この中でデジタル署名をした電子メールが、えー、に関することとして正しいのはどれでしょうかね。A B C なのか A B なのか B C なのかとね、いろいろ選択肢があります。どれが正しいか考えてみてください。 はいいかがでしたでしょうか答えはですねこちら AC になりますねこちらです A と C ですデジタル署名というのはですねえー、っと文書の送信者が確実に本人であることこれを確認できるものですねなので、えー、なのでというかそしなのでえー、改ざんされてないことねこれもいけます 確実に本人でそこまでは確認できるんですけど途中で盗み見られたかどうか、えー、そこまでの、えー、この機能はありません。 ななので、えー AC、という形になりますこれちょっとなんでっていう話になるとですね、あのー、ちょっと深い話になるので、えー、PKI デジタル署名ここはちょっとよくわからないという方は、えー、一旦復習をしてみてください。それから、えー、もし試験直前で一時時間がないよという場合はデジタル署名と機能というのは、えー、送信者が本人であることを受信者が確認できるそれから改ざんされてないことのこれだっていうふうにもう丸暗記しちゃってください。はいというわけで PKI においてデジタル署名が 証明した電子メールが実現できることでした。